8月25日、夏も終わろうとしております。終わりの夏、もうここはどこですか？それ永井先生の、今日7月11日の月曜日です。私の師匠をいじってんじゃないですか？永井師匠のね、入りをちょっと頂戴拝借しましたけれども。そうですね、はい、今日はどこ、ね、朝早くからどこですか？ここは遠いところにやってきておりますね。はい、はいはい、皆さんこちらでございますね。はい、ブリヂストンのゴルフテストセンター。さあ、ということでね、はい、早速クラブをね、ちょっと試させていただきたいなと思うんですけれども、ブリヂストンスポーツの中本さんに、今回はね、もういろいろと、はい、ちゃんとね、うちの兄貴もクラブのことよく言ってるんですけども、はい、やっぱりね、メーカーさんからちゃんと聞きたい。ちゃんとね、うん、ちゃんと聞きたい。ちゃんとってことで、はい、じゃあ今回発売されたのはこの3モデル、アイアン、はい、そうですね、今回はアイアン3モデルを出すことになります。9月9日発売となります。はい、9月9日、はい、はい、まずは、ブレードの方になります、ね。はい、220MB というブレードのタイプ、そしてもう一つが、221CB というキャビティバッグの方、はいはいはい、そしてもう一つは222CB プラスという、はい、まあ、CB に、優しさをプラスしたようなモデルが出ます。いいですね。いい、これどうですか兄貴、なんか前評判的なのもちょっと含めて。今回この3モデルに関して言うと、もう完全に軟鉄単造、そうですね、混ぜ物なし、はい、これですよ。混ぜ物なし。最近のもう軟鉄のみっていうアイアンもマッスルバックぐらい、マッスルバックもちょっと入り始めてるぐらいですかね。いろいろと。そうですね。そうですよね。はい、でこのサイズでもフォージド、もうピュアフォージドですよ。はい、うん、なかなかないからね。なかなかない。うん、じゃあこれを今回ちょっと打たせてもらって、はい、ね、はい、まあ、いろいろとちょっとその1モデルごとに中本さんからちょっと特徴とか、そうですね、なんかね、その辺も伺いながら、はい、試打してみたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。この3機種の中ではやや大きめの、はい、フォージドモデルとなっております。はいはい、以前人気だった VIQ フォージドみたいな感じの大きめの優しい単造アイアンとなります。なるほど。どういう方が結構おすすめとかあります？そうですね、今、プロにもテストをしている最中なんですけども、うん、女子プロ、特に女子プロに、人気が高いモデルとなっています。どちらかというと打ち込むというよりは腹打つような感じの方が結構好まれて使ってますね。これそういえば今回のこの3モデル、うん、全部これプロのなんかこう意見というか、そこのプロの声をかなり反映したモデル、すべてこれ3モデルともそれそうですかね？そうですね、はい。なるほど。じゃあアマチュアの声は一切無視ということで。いや、アマチュアは使えないと、うん、トップアマチュアだけですか使えるのは？そうです、そこはシャフトでどうにかしていただけるとアマチュアの方も使えるので。なるほどね、なるほどね、ちゃんと向き合った結果です、ね、向き合った結果です、はい、これだと、アマチュアの方も全然使えますからね。今回カーボンシャフトもご用意してますので。あ、そうなんですよね、はい、シャフトバリエーションも今回多いということで、はいはい、じゃあ早速打ってみましょう。ここにね、穴が開いてて、ね、これ中本さん、ポケットデュアルポケット、ナオさんデュアルワイドポケットキャビティです。あ、デュアルワイドポケットキャビティ、はい、はい、まず、グラファイト、そうですね、 MCI いってみましょう。なんか打感が独特、うん、なんか音もそんな感じ、うん、少し音がキョーンみたいなキョーンみたいな感じがするけど、あ、本当、なんだろう、軟鉄っぽくないっていうか、あ、本当、キョーンっていう感じ。構えた感じどうなの？構えた感じはもうね、すごくいいよ。でもちょっと僕からすると少し大きめ、あ、ブループリントに比べると。そう、僕今使ってるのブループリントだから、それからするとね、ちょっと大きめです。本当、うん、グースとかどう、気になる？ネック周りは。いやいや、全然これでもね、やっぱりね、もう構えた時の優しさはすごい伝わるの？優しいって感じです。伝わる、すごい伝わる。あ、なるほどね。でポケットのね、感じはちょっとまだ打ってる限り、まだちょっと分かってない。まあね、まあ、一発目だからね、うん、ちょっと分かってないけど、ね、うん、お、いいじゃない。いや、いい、うわ、懐かしいな、これ懐かしいな。
いいの。あー、ナイスボール。なんかさ、音がさ、なんかちょっと独特じゃない？ポケットキャビティ感はちょっとあるな。あー、でも抜け良さそうだね、なんかヘッドの。いいね、上がる。めっちゃ上がる。いや、そうなのよ。今回のこの3モデルともめっちゃ球上がるんですよね。上がる。これね、アベレージゴルファー、はい、十分。でもそうですよね。十分。CB プラスいいですよね。十分。上がるし、楽に上がるし。ね。うん。これまあ優しいですよね。うん。かといってね、すごいグースが入ってるとか、別にサイズも大きすぎない。うん。十分十分。十分ね。うん。さあ、次がですね、221CB。お、ちょっと小ぶりな感じ。プラスが消えました。うん。ね。これどういうヘッドでしょうか。こちら、主に男子プロが結構使っているようなものに、またプロあとは、はい、上級者、アマチュアの上級者にはいいモデルになっています。ヤマさん、もうこれアマチュア大丈夫ですか？大丈夫ですか？無視してませんから。さっきから上手い人とプロしか出てきてないですけど。いや、アマチュアはもう大丈夫です。アマチュアはもう大丈夫ですか？もう少しヘッドのサイズを小さくして、より小ぶりで動きを機敏にしたものになります、ね。なるほどなるほど、はい。よりやっぱりこの操作がしやすくなってるモデルっていう感じですかね。ヘッド、ね、はい、サイズ的には操作はしやすい、はい。今回特にこだわってるのがソールの当たり感っていうところをこだわってて、前作モデルも結構抜けが良かったモデル、はい、となってたんですけど、はい、今回はさらに当たりの方をより意識して作成して、はい、当たり、はい、あ、芝に対してのその当たる、そこ結構大事なんですか？そうですね、はい、やっぱり手にかかる、フィードバックというか、はい、そういう当たり抜けも含めての打感ですので、そういうところを意識して作成したモデルとなります。じゃあその辺のちょっと当たりをね、感じながら、うん、ちょっと打ってみましょう。それでは試打してみましょう。あ、これめちゃくちゃいい。あ、これは超打ちやすい。なんか飛んでそうな気がするな、これ。今の中本さん、どんなぐらい飛んでます？今の感じ、キャリー178ヤード。キャリー178だって。まあちょっとカーボンシャフト入っているとはいえ、これしかも見てください、これ今回ブリヂストンさんの天性のこれ作っちゃったんだね。はい、もう特注モデルです、これ。めちゃくちゃいい。どう、構えた感じ、構えた感じ、まずどう、だいぶ違う？構えた感じはもうね、プラスとやっぱりちょっと違いますね。違う。はい、なんか僕はこっちの方が好みです。よりちょっとストレートな感じなのかな。そう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 、よりこうなんて言うんだろうな、アスリート向けに。なんかヘッドサイズもちょっと小ぶりにしたなんて言ってたけど、どう、実際構えて。小ぶりです。あ、小ぶりな感じする。はい、小ぶりにしてます。あ、ほんと。完全にマッスルバック使いでも使える。使えると思います。あ、ほんと。でもね、ちょっとここのトップルーズの、ここもうちょっと個人的な好みは薄い方が、なるほどね、好きだけど、でもね、やっぱりいいね。いい。スクエアにこう構える感じがね、ある。あ、ほんと。うん、あとね、インパクトの時の、うん、このシャガーンって感じシャガーンっていうのはね、それ BS さんの、うん、あのコマーシャルの宮本勝政プロが言ってたよ、それわー、いいじゃん、顔が。そうでしょ、結構いいでしょ。めちゃんこい。 CB いいんだよね。わー、懐かしいな、これ。懐かしい、懐かしい。ちょっと TS201 っぽい感じがある。わー、いい顔だな、これ。なんかやっぱりプラスと違ってちょっと音がまた変わりますよね。音が全然違うし、打感も違う。やっぱりちょっとこう軟鉄感が、こっちの方ももちろんありますよね。バリバリ軟鉄感が出る。柔らかいね、これ。なんだろう、あの他社さんの M 社さんのとはちょっと違う、またM 社さんとはね、 M 社さんの軟鉄の感じとちょっと違う、B 社さんのところでおー、ナイスボール、いい。うん、全然違う。シャフトどうですか、それ。シャフトもね、全然、しっかりしてる。しっかりしてますよね。うん、まあ、80g あるからね。うん、確かにね。よくある純正シャフトよりかは全然しっかりしてます。良き。良き。非常に良き、はい、うん。プラスと比べるとどっちがいいですか、それと。兄貴だったら。やっぱそうだな、ちょっとある程度、お上手な方にはなるかな。あ、なるほどね。打点のばらつきとかは、そこまでやっぱ許容性は全然プラスの方があるよ。あ、そうですね、うん、確かに確かに。でヘッドサイズもちょっと一回りちっちゃいかなぐらいだからね。あ、うん、そうですね。アベレージゴルファーとかはちょっとあっちの方がいいかな。あ、プラスの方が、ね、プラスの方がね、うん、そうですよね。
さあいよいよ最後のね3作3モデル目、うんね、これはいいね、気持ちいいね。そうですね、はい、これは使いたい方が使っていただければいい。それ全部じゃないですか、ね、ちっちゃいねこれ、はい、まあ、これはもういわゆる、ま、ザ・ブレードっていう感じのモデルね、はいね、はい、ソールのあたりとか抜け、そういうところを特に重要視するようなプロが使っております、うん、でもなんかでね、僕みたいにそのブレードアイアンの中でもなんか優しいっていう言葉をすごく、うん、拝見してるんですよ、この MB。 なんかパッと見ちょっとブレードの中でも小ぶりな感じがするかな、うん、なんかそんなに優しそうじゃないから、うん、そこの謎がちょっとあれですけど、うん、まあ、実際ちょっと今から打ってみて ね試してみて、はい、どんな感じかっていうのをちょっとね、はい、お届けしたいと思います、うん、あれちょっと待って、兄貴これ全然なんか構えた感じのこの小ぶり感はない。嘘だ、ほんと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 本当に。これです僕に合うのはこれです。本当、これめちゃくちゃいいよ、これ。もう一回打って、うん、これね、うん、インパクトの時の、うん、こう入る感じ、うん、もうシャバーンって感じ宮本プロはいいから、いやいや、より、あ、本当に、うん、シャバーンより、過去より、あ、よりすごいシャバーン感があるよ。宮本さんある、やっぱり皆さんが、宮本さんが出る、何が一番良さが出た。いや、なんかね、その、うん、僕が高校生とか学生の時に使ってた、うん、いわゆるツアーステージとか、うんうん、あの時の、うん、なんて言うんだろう、なんか懐かしい感じ、このここのね、ちっちゃいよ、これ。ここのでもカットとかがね、結構いいのよ。これが多分、ね、そんなにちっちゃく見せてないんだと思う。ちょっとフェイスの入り方の部分、うん、ソール見せてよ、ちょっと孝太郎、ソールいやでもね、そんなこれね、実際構えるのと、うん、こうやって映像で見るのとちょっと違いますから。これ構えてほしい、これ構えてほしい、ぜひ。本当に、いや、これ本当に本当に本当に、アベレージゴルファー使えんの。アベレージゴルファーはちょっと厳しいかもしれませんさっき中本さんも言ってたけど、あ、本当、アスリートかプロかみたいなことですよ。あ、本当に、うん、でもシャフト入れ替えたらいけるかもしれない絶対嘘だそれカーボンシャフト設定あんのかなそれおー、でも球上がってるね。いや、これね、超簡単。ちょっとマッスルバックさないよ、いい意味で。でも鉄しか入ってないんだよ、それ。本当ですか。タングステンが入ってないんですよ。本当ですか。はい。ピュア鉄ですかそうです。じゃあ、ちょっと、まあ、僕はこれが一番良かったです。やっぱすごいね、はい。鉄だけでもすごいんだね、やっぱ。ちっちゃいよ。いやいや、ちっちゃいちっちゃいって、あなた。ちっちゃいよ、これ。ちっちゃいけど、うん、ちっちゃい中にも、良さをね、良さをね、もうこの時点ではもうあれだよ、アマチュアゴルファー使えないよ、もう買わなくていいって言っちゃうよ。中野さん、アマチュアゴルファー使えないとか言ってますけど、買わなくていい、そんなことはありません。買わなくていいまである。あー、ほら見て、うん、やっぱちょっとね、ミスショットは顕著に出るよあー、ナイス。でもどう、実際にこう手に持ったりするよりも構えた時の方がヘッドのこう、そうね、そこまで小さくなくないですか。やっぱ軟鉄感あるじゃない、独特のあの感じ、はい、あの良さはやっぱね、 MB 出るわ。まあそうですね、一番いいよやっぱ。これぞマッスルって感じ、うん、ありありのありだわそれも宮本さんが言ってたからこれありありのあり、それ宮本さんが言ってたやつ。あの一番来るな。おー、ナイス。あー、いい、いいね、いいけど、うん、芯は点だねあ、ほんと、なるほどね。だからこれはあれじゃないですか、ツアープロが使えばいいんじゃないですかアマチュアも使っていいけど、なんか球筋になんか何も文句言わない人。まあでも俺は結構良かったけどね。良かった。俺はもう完全に、僕はCB です。 CB 終わり。あ、 CB 終わりね。 CB 終わり、これ最高に終わった。なるほど。チャンネル登録よろしくお願いします。で、ちょっとまあ打った感想、もうこれ感想だけです。もう兄貴はどれが良かったですか。俺はね、221CB が良かったです。中本さん、はい良かったです。どういうリアクションですか良かった、良かった、良かった。
かった、うん、でもなんか多くのアマチュアゴルファーはちょっと CB プラスも実際構えて打ってみてもいい結果が出そうな感じはすごいする。うん、そうね、やっぱちょっと許容性とかボールの上がりやすさはこっちの方が強く感じられた。うん、いや本当にね優しい感じで、そうでプロとかだとこれコンボセッティングみたいな形で割とこう混ぜて CB と CB プラスでロングアイアンとかと結構ミックスして使ってる選手多いって聞きましたけど。そうですね、女子プロでも男子プロでも上の番手だけ CB プラスを使ってる方もいらっしゃいます。だからそれだけこう球がさらに上がりやすくなってっていうところですよね。そうですね、上の番手ほど球の高さは必要になっていきますので、うん、そういうところがメリットで使っていただいたと思います。いいですね。でもヘッドサイズそんなに変わらないじゃない、まあ、一回りぐらいで、まあそうですね、で鉄だけよ、これでさ優しさとかの変化がさ感じ取られるってまあすごいよね。すごいすごい、打感はもう混ぜ物なしですから、はい、もうめちゃくちゃいいです。そうですね、本当にめちゃくちゃいいです。僕はこの MB、 それはまあいやこれね、いいけどさ、なおさん僕はびっくりしました。これもっとね僕辛いと思ってたんですよ、うん、兄貴はちょっとなんかミスがそのまま出ちゃうなんて言ってましたけど、うん、いやそれね結構やっぱ上からしっかり入れてこないと反応してくれないと思う、はい、僕結構上から入れるタイプだから、うん、そうだよね、うん、いや本当にあのシャバーンって入れるタイプですからそうね、だからちょうどこうアイアンのアリーだからね、うん、本当に宮本さん発言つながりで、いやこれ本当に優しかったですね。もうちょっとマッスルバックの概念がちょこっと僕の中で変わりました。本当に、いや本当に、なるほど、いやいいですねこれ。だそうです、さめちゃくちゃ良かった、上がりやすいもんですね、うん、はい、どれも構えた感じはすごい綺麗でした、うん、僕ね、僕学生の時20代ぐらいまでずっと BS さんのクラブお世話になってたので、うん、はい、なんかね懐かしかったです今回のモデル、うん、ありがとうございます、はい、いやそれはそういうしかないですよねそれは。最近何を使われてたのかなと思ってということで今回はね、はい、このアイアン3モデルを、ね、デル、すいません今回ちょっとね僕らの本当の感想を、感想だ、ね、のメインになっちゃいましたけど、まあ、こういうのもちょっとね、たまにはで、これだけ素晴らしいね施設で、うん、まあ、いろいろ打たせていただく、ね、でもいいと思うよこれ飛び系とかじゃないですもんね中本さん今回のモデルは。そうですね、今回は上級者の打感とかそういうフィードバックを得るためのクラブとなって、そうですよね、はい、いいですか、ね、上級者のための上級者向けの、ね、上級者にもアマチュアにも良い本当ですか、はい、本当ですか、なんかもう足してきてますよ大丈夫ですか、大丈夫ですか、はいはい、もうさっきはトッププロの話ばっかりだから、ね、そうですね、はい、ということでね、はい、お届けいたしましたが中本さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、本当にもう。次回はどんなクラブをお届けできるでしょうか。さようなら。